ゃあちょっとあの肩いきますね、はい、まあ、こっちの方は真面目にやっていきますね、はい、ちょっとこうお願いしますよ、はい、ちょっと肩こっちにやっていきます。ゆうちゃんなあ、ジョー、似てね、似てますね、佐藤修吾、どっちかというと誰かな、あれやな、あ、結構力入る方だね、肩周り、ね、下座ってます、誰が言うちゃん気持ちいい、いや、俺誰が言うちゃん、これ気持ちいいよ、いや、一応ちゃんとね、真面目にやってますね、僕プロであの週末活動でこういうことやってますんで、いや、これオンラインで俺ナイス、ナイス、ナイス、携帯ばっかいじんないで、え、気持ちいいね、え、気持ちいいです、めっちゃ気持ちいいですね、はい、マッサージ受けます普段、え、受けないです、受けないですね、やっぱね、だろうね、結構やっぱいい、ま、なんでこんな可愛い、みんな可愛いですよ、ありんや助けて、可愛い、頑張れ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 、じゃあちょっとあのリアクションを求めて肩甲骨やっていきますね、はい、肩甲骨の話やっていきます、はい、腕を失礼しますよ、これをね、こう後ろに回ります、怖い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 、あ、怖くない怖くない怖くない、全然怖くない、怖くない、力楽にして、力楽にしてね、怖くない、あ、結構猫じゃん、はい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 、力抜く、力、力が入るとこれダメだからね、はい、これグッと、しおりちゃんちょっと来て、しおりちゃんちょっとマッサージしようか、ここに猫背を取るから、違う、猫背なんです、私めっちゃ、そうそう、この内側からね、やっぱ剥がしていきますんで、痩せます、え、これ痩せるってよ、はい、肩甲骨の可動域広がると痩せます、ミク、やってもらう、代謝が上がるんで、いや、痩せないです、いいよ、エリオメント、はい、オッケー、硬い方だね、硬いです、気持ちいいです、うん、いや、気持ちいいでしょ、はい、行くな、しおりちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい、行くな、行くんじゃねえ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってください、お姉さん大学生ですか、え、違います、こっちまでいますよ、あ、いいですね、専門学生の、あ、看護師ですかね、しかし美容です、美容ですか、はい、ちょっと髪切ってくれないですか、え、でも美容やったらやっぱ肩こり、あの肩もみとか覚えないとね、働きながらやってます、あ、本当、あ、あれは違います、はい、えらいえらい、美容やけんそんな可愛いんですね、いや、そういうわけなあ、ジョー、はい、そっち可愛いっすよ、でもね、やっぱ美容室の方はすごいね、肩すごいこう曲がりやすいんで、はい、座っててくださいね、美容、美容室、違う、美容室、美容室じゃないです、じゃあちょっとね、腕を上げます、ここをね、伸ばします、エロい、エロい、めっちゃエロい、オッケー、で今度これをこう組みます、ちょっとね、こう脇伸ばします、はい、オッケー、じゃあ最後にね、もう一回ね、肩をね、やっていきます、時間がないんですよ、やろう、時間ないよめっちゃ遠くなった、うん、全然違いますよ、やっぱり少しでも、これをね、僕的には美容師の方でもこれぐらいできると将来客来ますよ、肩も見なめたらあかん肩も見なめたらあかん、本当そのちょっとのサービスでお客さんは来ますんで、あ、お願いします、マッサージがうまいからね、来るね、お店もありますもんね、やっぱり、うん、じゃあね、最後おなじみのいきます、肩、こういうの覚えてくださいね、こういうの、はい、カタ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 って、すごいやっぱね、気持ちいいんで、結構気持ちいいですね、結構気持ちいいですね、めっちゃ気持ちいい、めっちゃ気持ちよさそう、いや、たぶん雑音がなかったらすごい気持ちいいと思う神経集中して周りが気になってしょうがないというまあしょうがないけどね、まあこういうのは街のマッサージなんで、ほんと最後にちょっと頭が触らせて、ヘッドマッサージ、ヘッドスパ多いからね最近、ヘッドもすごいシェアが多いです、ホットペッパーのフリーワードランキングで1位に来ますからね、普通にヘッドスパは、すげー、
絶対頭気持ちいいと思うんだけど、頭絶対気持ちいいよこれ。超気持ちいい、やってもらって本当に一回、超軽くなった肩が、肩とね、頭とね、だって人間って生きてる限りね、肩ね、首ね、頭凝りますもん。じゃあ閉まっちゃうし、よー最後ね、トン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 、それではね、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、これやってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、あ、よかったらチャンネル見てくださいね。はい、いつか出しますんで、お姉さんの分は覗いてください。ありがとうございました。ありがとうございます。